はい。今回はですね、こちらのキーボードを紹介したいと思います。もう今見てもらってわかるかと思いますが、こちらのキーボード、ディスプレイ一体型のキーボードとなっています。ディスプレイはタッチ操作に対応しているため、このキーボードだけでもね、画面上を触ってクリックしたりすることができるものになっています。こちら、海外のクラウドファンディングで見つけて、スマホとセットで運用できるということで、一目ぼれしてですね、購入をしたわけですが、今回はそのスマホとの連携具合というのを見ていきながら、レビューをしていこうと思います。 ちなみに今だと国内のクラファンで販売がされているので、これから買ってみようという人はそちらを利用してみてください。まあ、ただそこはね、今回のレビューを見てから考えてもらえればと思います。で、スマホの利用の前に PC での利用についてを軽く触れていきますが、こちらに関してはケーブル接続できる端子数が用意されていれば、ほぼ問題なくセカンドスクリーン的にこちらのキーボードを利用できます。Mac とか一部の PC は USB Type-C ケーブル1本で拡張できますし、 それが無理でも HDMI と USB 端子2つが空いていればキーボード兼ディスプレイなこのガジェットを接続できます。ちょっとね、一部のノートパソコンでは接続時にフリーズしたりして使えないものもあったんですが、まあ、結構対応できる PC は多いかと思うので、PC 利用においてはね、そこまで困ることはありませんでした。説明書も日本語で書かれているので、あまり不安になる点もないはずです。で、自分が一番使いたかったスマホ対応についてをここから見ていくんですが、 これが非常に残念なものになっています。販売ページを見る限りでは、どんなスマホでもね、このディスプレイに画面を表示させて、横長ではありますが、大画面で操作できると思ったんですが、これがですね、ディスプレイ表示できる対応スマホが非常に少ないという問題を抱えています。販売ページでは、このようにスマホでもね、対応できますよっていう写真があるわけですが、なんとこの表示ができるのは、フ a ー w ェイのハイエンド級のスマホだけというものになっていて、 他のスマホではこうしたフルディスプレイの表示といったものができないものになっています。これはね、スマホ対応が当然普通にできるものと思っていた身には結構な失望感があります。まあ、このキーボードのディスプレイ表示をスマホと組み合わせてやろうとすると、スマホ型の画面共有モードや PC モードの性能といったものに頼るわけですが、この PC モードの表示設定において、こうした特殊なね、アスペクト比の画面に対応できるのが、ファーウ w イの PC モードのみとなっている関係でフルスクリーン化が ファーウェイスマホしかできないようです。Galaxy のッ e x や LG のスクリーンプラスではアスペクト比が対応していないため画面の半分くらいしか表示されず、しかも LG の場合は解像度などの設定をいじれないため最適化できず文字表示なんかがかなり荒くなります。PC モードを有していない XPlayer 5 Mark II なんかだとスマホの画面がそのまま表示されてしまいますし、 格安系や iPhone な中ではそもそも認識も何もしてくれないものになっています。まあ、ファーウェイスマホならフルスクリーンできると言ってもですね、Google のサービスが使えなくなったファーウェイ機をこのために新たに購入するというのも面倒ですし、古い機種を引っ張り出して使うというのもなんとなくモチベーションが上がりません。一応、Galaxy なら Dex モードで解像度などの調整が可能なため、画面半分でも良ければまあ普通に使えるんで、これでね、妥協して使っている状態です。 で、こうして妥協して使ってみていくと、さらなる不満点といったものが感じられまして、それがですね、スマホのバッテリーがモリモリ減っていくという点ですね。Galaxy がもともと電池が減りやすい、特にこの Z Fold3 はスマホとして使っているだけでも減りやすいわけですが、このキーボードをつないでディスプレイ表示に対して電力供給をするとですね、さらにバッテリーが減りやすくなってしまいます。大体このキーボードをスマホと接続して、1時間ぐらい使ってみると30%ほどバッテリーが減ります。 1>, 1時間文字入力中心の作業をするだけで30%も減るというのはかなりきついです。このキーボードで作業したらその後ある程度充電しないと日常生活に困るレベルですし、すでに電池が少ない状態から使うとなると途中で電池切れを起こしかねないので短い時間しか操作することができません。この消費電力の高さといったところも不満のところで画面半分の表示でこの電池の減り方というのはですね、スマホでこのキーボードを使いたかったミニは がっくりとさせられるものになっています。というわけで、ここまでのレビューの通り、少なくともスマホで使う際には、このディスプレイ付きキーボードはですね、かなり期待外れなものになっていて、あまりお勧めすることはできません。特に国内のクラファンで購入しようとした場合、5万円というかなり高い価格で売られていてですね、5万円でスマホの対応が不十分というか、妥協しても不満が残る製品と現状になっているため、 見た目はロマンがあるものの少なくともスマホと組み合わせて使うには実用的ではないという点はしっかりと把握してから購入をしてもらいたいです。まあ、自分がキックスターターから買った時は3万円前後だった記憶があるためそちらの価格と比べても割高感は確実にあるためこれから買おうという人はパソコンでの利用を前提に考えておかないと後悔しやすいものになっています、まあ、だいぶ癖があるので正直お勧めすることはできません。 はい。今回はこんな感じのレビューになります。クラファンの画像を見るとすごくね、欲しくなってしまうかと思いますが、多分期待以下の使用感になる可能性が高いため、今回のレビューを見てもらって、購入をもう一度よく考え直してみてもらえればと思います。それではご視聴ありがとうございました。